それで何なの？このまま仮装すると爆発するんですって。どうしよう。先生は慰安旅行に行ってて帰ってこれないって。じゃあどうすんのよ。自分たちで処理してほしいって。処理ってどうするんですか？胸を開いて赤と白の線が出てくるからその赤い方を切ってほしいって。胸を開くって切るんですか？新しいのに入れ替えたばかりだからすぐに開くそうです。お願いできないでしょうか？え？あ、でも高木、お前趣味がラジコンだって言ったよな。え？だったら配線とか繋いだりするよな。いや、しないのか？するよな。するだろ。ああ、高木君器用だから。そうそう、大丈夫ですよ。よろしくお願いします。お願いします。それじゃ、よし、立てましょう。ゆっくり。これ使ってください。あれ、このコード2本とも赤くない？本当だ。血で赤くなってんじゃないの？じゃあどっち切るんだよ。両方切っちゃえばいいんじゃないの？それはまずいだろ。でも奥の方が赤くない？ん？おお、そう言われればそうだね。私こっちの方が赤いと思うんですけど。あ、僕もそう思います。じゃあどうすんのよ。え？うん、じゃあ妹さんに決めてもらったら？ああ、そうだね。こっちにします。
願いします。切ります。